早速ですが、今回の法案につきまして、私も埼玉県の身体障害福祉協会、また障害者協議会のそれぞれの代表の皆様に、ヒアリングをさせていただきました。それを踏まえて、何点かご質疑をさせていただきたいと思います。まずあの 障害者の駐車スペースについてなんですがご案内のように車いすの絵が描いてあって間口が広い当然、車いすで乗り降りがスムーズにできるようなスペースを取ってあるわけですが実は車いすを必ずしも必要としない歩行困難者障害者の方にとってはです、ね、普通の駐車場でかまわないんだと。 まあ、しかし、一方では、えー、特に都市圏でございますが、えー、駐車スペースが狭くてです、ねえー、車椅子採用のスペースを取っておくとです、ね、その他の方々は一般の駐車場の方に行かなくちゃいけないとそこで困難なことが非常に多いというお話でございましたそこでご提案がありました。 普通の駐車スペースで、車いすのスペースのすぐ隣接したところに、ですねそうした駐車スペースを確保していただけないだろうか、ただし、場合によっては、この車いすの対応のスペースは2倍近くありますので、そうしたものを1台減らすとかしながらですね、 歩行困難用の障害者のスペースを隣接して作っていくと、しかしこれもですねいろいろ課題がありまして、車いすのスペースが空いていれば、そういう歩行困難者の方も、そういったところにですね駐車ができるわけですが、車いすじゃないもので、なんで車いすでないものがそうしたところに入っていくんだと、こういう誤解も受けられます。もちろんステッカーだとかですね 証明する何らかの形のものを持っておられますけども、まあ、そもそもそんなふうに見られること自体が嫌だと、まあ、こういう話もございますまた一方で、えー、車いすの方がですね、えー、もしその歩行困難用の駐車場の狭いスペースしかない形でですねそこに何らかの形で車いすと同じようなマークなどがですね 入っていたとするとです、ね、そこに車椅子対応の車が入るときに、なんでこんなに狭いんだという非常にです、ね、難しい判断がございます、そこで私もいろいろひねったんですが、これといったアイデアが出てきません、例えば歩行困難な方にも、車椅子と同じようなマークを作れば、一般の方はそこに入れないと。 だから安心して確保できると、しかし、車椅子の方の自動車がそこに泊まろうとすればです、ね、何度こんなに狭くてどうしたんだと、まあ、あの障害者関係のところで,です、ね、収支が徹底していけばです、ね、こうしたところもです、ね、課題は解消されると思いますが、こういった点も踏まえてです、ね、都市圏においてはスペースが狭いということがありますので、 車椅子対応の方と歩行者困難な方の駐車スペースと両立ができるようなです、ね、仕組み作りについてもです、ね、厚労省と、そして障害者団体とさらにまた国交省とです、ね、協議をしてです、ね、こうしたアイデアを解消できるようなです、ね、方法はないかこうしたことについて考えていただきたいということをですね えー、関係の局長にですね、えー、ぜひ対応をお願いしたいと思っておりますいかがでしょうか鴨総合政策局長お答え申し上げますバリアフリー法に基づきます車椅子使用者用駐車施設等につきましては車椅子使用者等が車に乗降する際に必要となるスペースを確保するため幅の広い,広い具体的には幅3.5メートル以上の 区画を設けることとなななっておりりりまますすかなり広い形になります一方で、この車いす使用者用駐車施設やその他の一般駐車区画も含めた障害者登用駐車区画を施設の出入り口付近に設定いたしまして障害者妊産婦など利用者を限定して利用者を交付しているパーキングパーミット制度 これが現在39の府県と3市において導入されておりまして、この実態を調べましたところ、先生のこのご質問もございましたので、調べましたら、やはりそれぞれの足腰の状況等のです、ね、実態のニーズに合わせた形で、大きいものと小さいものを併設しているものが、ほぼ8割を超えているという状況が把握できました。 こういった意味で、そういった幅の小さい3.5メートル未満の一般住車区画も、幅の広いものと一緒に、えー、進めあのパーキングパーミット制度では整備を進めていると分かりましたので、我々は今現在、あのその制度導入に向けまして金融の情勢取り組んでいるところでございますが、こういったですね、小あの,大小あのいわゆる大きいもの、小さいものを含めたものも作っているということも、事例集の中でもです、ね、しっかりとあの説明できるような形で、周知を行ってお、まあ、いきたいと思っておりますし、 いずれいたしましても、今回の法案につきましては、やはりあの国民に も含めたそれぞれの責務に対しまして、車いす使用者用駐車施設などの高齢者、障害者等が円滑に利用する上で、周囲の配慮が必要な施設について適正利用を推進することをしておりますので、国交省といたしましては、今回の法改正の趣旨を、地方公共団体、施設設置管理者等に広く周知するとともに、引き続きパーピングバーミット制度の周知普及、さらには同制度における小規模な一般区画部の対象に含めるよう働きかけることによりまして、 障害者等がその障害の程度、必要性の程度に応じまして、障害者用注射区を利用しやすい環境の整備を進めてまいりたいと思っております。以上でございます。それで清志さん。ありがとうございます。まあ、要はきめ細かくやれという話でありますので、えー、ぜひです、ね、趣旨の徹底をです、ね、関係自治体にもご連絡が取れるようにです、ね、お願いをしたいと思います。えー、続きまして、まあ、小沢議員、宮崎議員からもお話がございました。 いいわゆるユニバーーサルタクシー社の案件でございますこれ、箱型のタクシーと私なんか勝手に自分で命,しあの命名しているんですが、非常にあの乗り降りが安くてです、ね、あの空間が広くて気持ちがいいもので、私自身は、飛ばしてでもです、ね、順番飛ばしてでもこの箱型のタクシーに乗りたい不安の一人であります。 で同時に、ですね、この障害者マークがついてますので、えー、実際、どんなものかをですね、えー、しばしばというか、ほぼ毎回乗務員の方に聞いております。えー、乗車拒否というよりは、ですね、えー、電動型の大きな車椅子だとか、ですね、そうしたものが必ずしもキャパに入らなくて、えー、乗せることができない。 こういうお話も聞いておりますただ現場を私が確認したわけではありません乗務員の皆さんから聞いただけでありますそういう意味でですねそもそもこの車椅子のサイズそれぞれいっぱいあると思うんですけどこの U D 者のキャパ全体とですねこの関係についてですね精査がなされているのかどうかデータベース的にですね整理されているのか このことについてですね、お伺いしたいと思います。中川国土交通大臣。あの今回のユニバーサルタクシーにつきましてはですね、その車椅子利用者の方が物理的に乗れないなんていうのは本当はあってはならないことだというふうに思っております。そうした意味からもそのあのまあユニバーサルタクシー自体はあの車両購入の補助の対象ですので、そのどんな車両でもいい。 いいうわけじゃないので認定基準を作らなければいけないと、その認定基準を作るためには、障害者の、あ障害をお持ちの当事者の皆さんや有意識者の方々の参画による検討会であの、平成24年3月に策定をしたところでございます、その後もさまざま車椅子自体も進歩もしているし、改善もされているんで、そうした車両の開発状況も踏まえつつ、またあのタクシーの方もずいぶん、あの 開発が進みますので、そうしたことも踏まえながらです、ねあの、障害者当事者、またタクシー事業者、車両メーカーが参加する枠組みを活用して、まあ、継続的に意見交換を行っているところでございまして、実は本年3月にはです、ねあの、利用者のニーズを踏まえて、スロープの耐荷重がです、ね、あのこれまでは200キロから300キロに見直しを講じたところでございます、だから私なんかも、まあ、多分あの安心して乗れるようなものになるんじゃないかと。 現状はです、ね、実の車椅子規格の最大値は大丈夫だということで,です、ね、今、認定基準を設けておりますけれども、ちょっといろいろ調べますとやっぱり、例えば外国製の車椅子で大変大型のということもあるというふうにも聞いておりますので、そうしたことも増えてくれば対応しなければいけませんので、その普段の見直しを行っていこうということでございます。あと、まあ やっぱりあの有利タクシーあの乗車拒否の問題はですねやっぱりその運転手さんのこれやっぱり結構そのさいうか対応というか作業というかが難しいというか大変なということも相当大きな理由にあると思いますしまた、止める場所があの普通、こうあの流しで止めるとですねそこが非常に邪魔になるというようなこともあってさまざまな原因があるように承知してますのでまあそれはしっかりと。 現場の話を聞きながら、まず物理的なこの認定基準で乗れないというようなことがないように、しっかりと普段の改善はしていかなければいけないと、こう考えております上さん確認ですが、現時点において、この実規格における国内で生産されている、使用されている車椅子これ、電動車椅子も含めて、きちっとこの UD 車、 見回さるデザインのタクシーに入るということ、間違いないなんですね赤羽国土交通大臣。上田清さん結構、うん、タクシーの乗務員で、うん、そういうことを言う人が多いんで、あるいは、めんどくさいからそういうことを言ってらっしゃるのか、ちょっと。 確実的にはちょっとそういう雰囲気ですね。ただあの、そういうことであれば、それはそれで一つ安心をいたしました。今度は切り替えしてみたいと思います。そういうお話を聞いたときですね。それからもう1点あの、この問題についてですね、乗車拒否をすることに関して、そのタクシー会社にですね、補助金を通じて、 国交省としてはきちっとコントロールできてるんでね、えー、そうしたことが起こったら、是正ができるというようなニュアンスのことをご答弁、先ほどされましたが、これは間違いないんでしょうか。 お答え申し上げます午前中もご答弁申し上げたところでございますが、車両購入費の補助の条件といたしまして、実車を用いた研修の年2回以上の実施を求めているところでございますので、これについて今後も徹底をしていきたいと思っておます。また、改めましてあの、インセンティブという形で、午前中申し上げましたけれども、運転手がですね、身体障害者の方々をお乗せするような、気持ちになるような、そういったことも進めていきたいというふうに考えているところでございます。 田清さんこうした乗車拒否のデータというんでしょうか、えー、はあるんですか、具体的に、先ほど100件についての,です、ね、あのデータをご提示いただいたところですが、国交省としてそうしたものは把握されているのかどうか、確認したいと思います。市民自動車局長 お答え申し上げます運局ごとにですね、乗車拒否のデータがございます。まずあの乗車拒否については、こういったことがありましたという通告をいただきますけれども、それは会社に確認をいたします。でそれもデータが残っておりますし、乗車拒否をしたということでありますと、それについては処分をしておりますので、それもデータが残ってございます上田清さん。その処分をされた件数というのは、 そうした通報があって、確認をした案件の中で、何件処分をされておられるのか、その処分の中身は具体的にどんな形になっていくのか、教えてください一見自動車局長。すみません、ご通告いただいてないのであの、明確にお答えすることはできませんけれども、関東医局におきまして、えー 昨年でしたでしょうか、えー、処分を行っておりまして、えー、日射というのをかけまして、タクシーの車両のです、ね通えー、使用禁止をするということを行っているところでございます上田清さん。この部分はちょっと通告してなかったんで、あの掌握が十分できてない、それぞれ結構ですが、まあ、後ほどですねあの、お見せしていただきたいと思います。それはなぜかというとう、ねえー、補助金を出して 何らかの形でコントロールできているというお話がありますので、本当にコントロールができるのかなというで、ご案内のとおり、この後またあのいわゆる乗務員の研修についてもお伺いしたいということで、関連してますので、続いてそこに持っていきたいんですけども。 鉄道事業者の皆さんたちの、いわゆる障害者の皆さんに対する介助、あるいはこのお手伝い、このレベルはですね、かなり高い評価をしていただいております。一定程度分かるような気がします、あの鉄道事業者の社員の方々は、まあ、永久就職とは申し上げませんが、比較的長い期間、 鉄道会社にお勤めになっておられるし鉄道会社であまり小規模でっていう世界はあまりないそういう関係もあるししかしタクシーは個人タクシーもありますし大変大きなタクシー会社もあれば中小レベルの全部で10台ぐらいしか持ってないようなタクシー会社もございますしそういうところでの 常民の確保などについてもです、ね、入れ替わりが激しいということもあってです、ね、研修が十分こうできにくいだろうなということもです、ね、これ考慮というか、あの判断せざるをえないなというふうに私自身は思っております。そういう意味で,です、ねあの、例えばこう2015年な2015年と比較してです、ね、2020年、 はどんな形で,です、ね、このそういう乗務員のです、ね、研修レベルが上がっているのかとかです、ね、そういう意味でのです、ね、データベースなどというのはこう、きちんと国交省なんかで把握されているのかどうか、まあ、かそれぞれ関東陸軍局などで,です、ね、タクシー業界等々とです、ね、調,調整をしながらです、ねあの、当然あの、やっておられる。また タクシー業界なんかのですね総会だとか新年会だとかに行くとですね関東陸軍局長さんが最上品のお客さんでですね座っておられるしそういう形でですねあの関係を密接に持っておられることもよく分かっておりますそういう意味で,です、ね、きちっと掌握はされてればいいんですけどもその辺が掌握されてないでですね時々やってますという世界ではですね なかなかこの問題は解決できないだろうということで、今申し上げているところでございますので、この点についてお伺いしたいと思います。一自動車局長、お答え申し上げます。すみません、その前にあの先ほどいただいたあの処分についてですが、資料出てまいりまして申し訳ありません。関東いきょで平成30年から3令和元年まで、えー、ですね13件の、えー、乗車拒否についての情報が寄せられております。で、その中で えー、平成30年の10月でございますけど、えー、簡易電動車椅子は乗せないというふうに、会社で決めたんで、乗せませんというふうに言われたということで、これ、会社に確認をしましたら、その通りだったということでございまして、これについては31年の3月に、先ほど申し上げましたように44日、42 4日車の車両停止。 をかけておりまますすこれは処分でございます先ほどご質問いただきました件でございますが、研修につきましては、あのどのような形で研修をしているか、私ども聞き取りを各運局で行っているところでございます。えー、加えまして、今回の法律改正で、えー、ハード基準に加えましてソフト基準、これをあの決めていくことになりますけれども、どんな形で研修を行っているか、それを集計のやり方も含めて、ですねさらに、えー、進度化を進めていきたいというふうに考えております上田清さん。 いいよいよあの本当に大臣はまあ終わりなき旅なんていうようなお話もなさっておられますがあのいわゆる100点を取るのはなかなか困難ですが100点を取っていくのはですね困難ですけどもしかし高いレベルにどんどん近づいていることだけは間違いのないことだと思っているんですね。この高いいレベルをさらににに実際作っっていくためにやっぱり丁寧に データベース的にです、ね、一つ一つ潰していくという作業が私は大事だと思っておりますのでこうした部分についてです、ね、まともすればあのいくつかやってです、ね、やってますということではなくてです、ね、確実にです、ね、こなしているという形をです、ね、取ることに重点化されていけばです、ね、まさに私は終わりなき旅ではなくてです、ね 極めて頂点に近いところまでずっと近づくんだという、あの100点がどん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 遠くに行くんではなくてです、ね、100点のところにどんどん我々は近づくんだということをです、ね、最後に申し上げて質問を終わらせていただきます。ありがとうございました ににご発言ももないよようですすすから質疑は終局したものと認めままこれりり討論に入ります別にご意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律案に、賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。 予定本案は前回一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。この際、浜口さんから発言を求められておりますので、これを許します。